ねじれ国会の現実に直面しました。国民の命を一体誰が守るのか、政権を担当する能力があるのか、覚悟もあるのか。内外に課題が山積する中、政治はどう動くのか。今日の日曜討論は、民主党と自民党のキーマン、そして2人の論客がスタジオに集結。自由民主党、石原伸晃。税制、そして来年度予算、一番国民の皆さん方に重要な政策決定の最中にですね、内紛また始めちゃったと。そういうことでこの支持率というのが低下している。私たちもその部分を全て吸収していない、第三勢力の方に支持がいっている。そこは私たちも謙虚に受け止めてですね、私たちが何をやりたいのか、民主党の皆さんと私たちは何が違うのかってことを来年の通常国会ではですね、はっきりと示していって、どっちがいいですか、それを選んでもらえばもっと私たちの支持は高まってくるんだと思っています。Thank you.